はい、回ってます。 Hi everyone, my name is Hiroyuki Maruyama, CEO of GREF。 丸山ひろゆきです。よろしくお願いいたします。自分の中では全く古いものではないんですけど、メタルブラックというゲームが自分の中で一番影響を受けたゲームです。で、一番プレイヤーとして遊んだのは、ファンタジーゾーンとゼビウス、ちょっと古いゲームなんですけど、その2つをよく遊んでました。で、そうですね、映画、で好きなもの、影響を受けたものとしてはちょっとベタで、なんですが、ブレードランナーという映画に、影響を受けました。The atmosphere and music of Under Defeat has a wonderful melancholy feel in places. Were there any specific inspirations for this mood? これは、まあ、その開発に携わった、2名のスタッフに好きに作らせたものなので、まあ、彼らが意図的に、まあ、そのようにしたということですね。うん、で、まあ、BGM に関しては、サウンド担当の補正さんに、まあ、完全にお任せして、で補正さんが画面とかを見て、その雰囲気を察して、作っていただいたんで、まあ、まさにベストなものを作っていただいたなというふうに思っています。 What's the purpose of the screen wobble in Under Defeat? Is it to make the game look retro?We mean the way the smoke and the bullets follow the helicopter's movements while the background still stays still. レトロとかはまあ関係ないんですけど、アンダーディヒートは 2D シューティング、2D シューターなので、まあ、それで 2D シューターなんだけど、まあ、リアルな 3D 空間をまあ構築してるっていうのがあるんで、まあ、そういう弾の関係とかそういうものになったということだと思います。Do you have any plans to do another helicopter themed shooter? まあ社内でちょくちょくそういうアイデアは出てきますね。Assuming things go well with Strania on Steam, would there be plans to potentially bring other GREF titles such as Border Down and Coca to the future, to Steam as well in the future? And are there any chances for Border Down 2? Steam で成功すれば、今後の夢がいろいろ広がってくるかなと、思ってます。ただまあ、なかなかこのストラニア一つで成功するっていうのはちょっとすぐには思ってないです。まあ、日本の環境とかもありますし、まず日本で Steam が、まあ、成功というか認知されるというところをこう頑張っていかないといけないですし、まあ、そもそもGREFという会社をもっと世界の皆さんに知っていただかないといけないのかなと。まあ、そのためにはいろいろと継続して Steam で成功する方法っていうのをいろいろと模索していかないといけないのかなというふうに思ってます。 And what about Border Down 2? ね。まあまあ頑張ります。はい。以上です。We'd love to have a PC port of Senko no Ronde Duo.Do you have any plans for a third Senko no Ronde game? まあ、海外リリースについては、まあ、いろいろと考えてて、やりたいなというふうにちょっと思ってます。約束はなかなかできないんですけど、いずれやりたいなというふうに思ってます。で、第3弾ですね。いろんなちょっと考えがあるんですけど、まあ、まず、そうですね、もともと発表したものとしては、先行のロンドンの世界観を作った別のゲームをちょっとやりたいなというふうな企画があって、まあ、それをちょっとやるためには、かなり多くの、費用が必要だなということが、まあ、分かってしまって、ちょっと今、中断していると。そういう状況です。で、まあ、それ以外にもいろいろとこうスピンオフ的な別の考え方とかはあるんですが、まあ、いずれお披露目できればいいなというふうに思ってます。確か思い込まないのかな。Is there any shoot 'em up that really impresses you recently? 最近だと、リボルバー360が、一番のお気に入りです。Why is that? なんでですか？ちゃんと進化させたゲームってあれぐらいじゃないのかなと。
まあもちろん古いゲームスタイルは別に嫌いじゃないんですけど、こうシューティングとして、お、新しいなとか、こう目新しいなと思うものっていうのは、最近だとあのゲームかなというふうに思います。What are your thoughts on a collaborative project with Cute or Pyramid? Cute さん、ピラミッドさん、それぞれこう素晴らしいゲームを作られてるなというふうには思うんですけど、そうですね、弊社とうちとグレフとコラボするっていうのを、ちょっと今考えとしては、まあ、ちょっとあんまりないかなというふうに思ってます。でもまあいずれこう面白いものとかそういうものがお互いこう一緒にやりたいねみたいなそういうネタがあれば、あの全然それは可能性はあるんじゃないかなというふうに思います。はい、Okay. Thank you for your time and answering all these questions. Please buy the Strania, the Strania. Thank you.